どうもこんにちは、ザワチャンネルです。いやまだまだ喋りますよ。日体大記録会、まあね、今までは高校生13分台ランナーをね中心に、語らさせてもらったんですけれども、今日は男子1万メートル、いやこれでもまたとんでもないリザルト見ちゃったんで、これは喋らなければいけない。いや本当はですね、八王子ロングディスタンスの神奈川大学、この大和選手を中心とした V 撮ってたんで、そちらをね今日は作ろうかなと思ってたんですけれども、これはやっぱりこっちを持ってきちゃおうということで、神奈川大学も後々、アップしますんで、そちらもご期待いただきたいんですけれども、なんとやはりホームの日体大が1区何人ですか、 1,2,3,4,5,6人、28分台を叩き出すと。いやこれすごくないですか。でまあ昨年の僕ランキング調べたんですよ。で日体大何人28分台いたのかなと思ったら4人ですからね。それから考えればもうこの記録会だけで6人で、走ってない、小松選手も28分台持ってますし、で富谷選手も PB は28分、昨年ね出してますんで、いやこれ8人ですよ。いやほんとね、これかっこね、日体大怖いんじゃないかなと。まあね、全日本はちょっと失速したかなっていう感じはあったんですけれども、やっぱり、出雲ではやっぱ存在感見せつけましたよね。一区区間賞の、小松選手ですか、からね。いやー、ほんとね、これは日体大ありえますよ。ほんと、やっぱり全日本はやっぱ一区で出遅れてしまった、あの辺のね、レース経験という言いますか、そのままずるずるね、流れが持っていかれちゃったかなっていう感じはあったんですけれども、まあ、小松選手はその中でもねしっかりと区間賞の話してますんでね、いやいやほんとこの28分台、しかもはい、やはり忘れてはいけないのは箱根山下りのスペシャリスト秋山選手がここで満を持して出てきているということですよ。やはりね、渡辺監督も言ってましたけれども、山で、計算できる選手がいるのが強みだと、はい、こちらのね、はい、箱根駅伝完全ガイドでもしっかりとこう言ってますんでね、これはね楽しみですよ。特にこのやっぱ序盤往路でいかに先頭集団でレースを進められるか、これが大事ですよね。いやいやほんとこれね、新三共、まあ、もしくはね早稲田も含め、そして東洋駒沢、いや割って入ってきてもねおかしくないんじゃないかなと、これは思いますよね。まあ中でもですよ、やっぱり中川翔太選手がこちらで28分台を叩き出してきた、これがね見逃せませんよね。スーパーサイヤ人こちらも突入と、はい、それに続いて世羅高校の山口選手、こちらも29分30秒切ってきていると、もうルーキーの力も充実、これはね本当往路、まあ、小松選手で、まあ、流れを作ってですね、上位で、レースを進めることができれば、まあ、当然、6区には、はい、秋山選手が出てきますし、まあ、今回は58分ではなく、57分台を狙っていきたいと、はい、言ってましたしね。はい、しっかりとこの、袋でも戦える選手が揃ってますんで、日体大、いや、めちゃ面白いですよ。いや、本当に怒っちゃいましたね、日体大記録会。12月10日。登録メンバー発表まであとわずかです。皆さん日体大も、はい、しっかりと注目していきましょう。ザワチャンネルでした。